庄重子です。今回はシャトレーゼさんの300円以内のケーキを買ってきました。なんですけど302円までのケーキにしました。いただきます。ガトーショコラ。もう間違いないですね。めちゃくちゃ美味しいです。マイルドなチョコレートがふわーっと口の中で溶けてすぐなくなります。美味しい。かわいいクマちゃん。こういうの年齢制限あるんかな。うん、ムースになってます。ちょっとねコーヒーテイストですね。完熟王バナナ仕様バリバリチョコバナナケーキ。これね、大きいんですよ。ずしって重みもあります。甘い。すごく完熟したバナナの味わいです。でかっ。ふわふわスフレチーズケーキ。これ税抜き200円です。安いよね。あっさりしたマイルドなチーズケーキです。ホールごと行きたい。濃厚ベイクドチーズケーキ。わ、食感が最高です。もう完全にとろけますね。濃厚って書いてありますけど割とさっぱりと食べれるチーズケーキだと思います。税込み216円だよ。モンブラン。うん、濃厚。しっかりモンブランです。いや、モンブランです。美味しい。フルーツぎっしりショートケーキ。だって税抜きだったら280円ですよ。うん、300円以内ね。
優しい甘さです。ははは、美味しい。濃いイチゴのトルテ、甘酸っぱい。もういろんな層でいろんな味わいがあるのでとても美味しいです。チョコショートケーキ、これもね300円以内、嬉しいです。結構な大きさあるけどね。もう芳醇なカカオの香りです。間にちょっとチョコレートのマーブルみたいなのが入ってます。チョコレートの、なんて言うんだろう、チョコレートのお菓子。クラシックショコラ、濃厚そうですね。すごくビター感です。もう美味しい。もう大人の味わいといった感じですね。ちょっとねブラウニーを思い出す味わいです。いちごのクラシックショコラ。クラシックショコラのいちごバージョンです。イチゴと合うね。八ヶ岳クッキーシュー、かわいい。クリームトロントロンですね。美味しい。ザ・カスタードといった感じです。ちょっとね昔懐かしい感じのカスタードテイストです。最後1個、ストロベリーキューブ。いちごいっぱい乗っとるね。おいしい。すっきりとした味わいになってます。ごちそうさまでした。シャトレーゼさんの税抜きだったらすべて300円以内の美味しいケーキをいただきました。もうコスパ最高ですね。大変美味しかったです。
今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。チャンネルメンバーシップやってます。ぜひご登録お願いします。